ね、色が、ね、これであのそうなんですよ。でこれはですね、あの長崎と鹿児島で、はい、要するに国産養殖の本物です。はい、でそれがですね、多くの魚が今結構中国でずっと出てる、今ちょっと止まってしまったので、私たちもね、この中越を通しても出てますし、直接あの、うん、長崎の方も、うん、からも出てる場合のパターンがあります。しっかり中国に行ってるのもありますね。結構これ魚やっぱ安定してるんで、結構あの中国に行くと、透明な、はいはいはい、うん、そうです。それで結局、なんかあの、まあ、処理水放出が始まって、はいはい、中国が UNP を使用している、はい、それによる直接の影響というのは、今、感じておられますか。そうですね、あの、まあ、輸出、とりあえず本当、まあ、中国本土を中心にしてるんですかね、その輸出業務にかなりこう、支持を置いてる、やはり、事業所はですね、かなりダメージが大きいと思います。うん、そうですね。うん、そもそもまずあの国内の取引の取引量とか価格、はいはい、ここに影響は出てるんですか。多少は出てると思うんですけども、うん、あのまあ、輸出に意外と関係している魚種ってそうたくさんあるわけじゃなくて、ね、ああ、まあ、海だとか、ああ、まあ、あと他は物によって物によって、ホタテは多いと思いますが、あとその市場系、市場ルートの中で一番影響を受けているのは海とか、それからあの意外とあの赤い魚が好まれているんですね。金糸とか金目とか、ね、そういう類のものはやはり、うん、そのもともとこのところあの魚番量が少ないもんですから、ああ、そんな極端にあの値段が下落してるっていうことではないと思いますね。あとやはり我々はもうどん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 国内向けに、はいはい、国内への取引は、はい、そんな大きな変化はないですか。そうですね、価格とか取引量か、国内はそんなに大きな変化はない。逆に言えばあの多少価格が下がればですね、うん、国内には逆にどんどん販売しやすくなりますから。なるほど、はい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 、はい、なるほどね。あとは、まあ、そうですか、輸出を影響できると、まあ、中国の、まあ、ああいう輸入禁止があると、はい、どうしてもこの輸出拡大、販路を拡大すると、はいはいはい、そういう動きを考えなきゃいけませんが、はい、それについて、なんかこう、政府の支援として、はいはい、こういった応援が欲しいとか、だからこうしてもらいたいとか、そういうことがあります。そうですね、あのまあ、我々は基本的には水産の創造物なんで、まあ、あの販売先はいわゆる業者の方が多かったですね。で、まあ、その業者間においてはもともと産業調査施設のものっていうのは何かその今回の、まあ、その取引の問題があったからといって、取引的に何か弊害があったことはないんです。あ、そうですね。で今私たちがやってるのは、上のあのエリアを使ってですね、むしろ都民とか国民の方、消費者の方にやっぱその乗馬さんの魚を直接今販売してるんですね。そうやってやっぱり幅広くこの消費者さんの魚を我々の方から積極的にこう発信していくと、そういった意味で、まあ、何かこうご支援いただけるときですね、我々もそういうのをやってるかなと思って。あれですか、その三陸常磐もの、はい、に関して、なんか価格とか取引量に変化はまだ何か生じてますか。今のところそこまではいけないと思うんですけども、ね、はいはい、まあ、当然、全体のバランスの問題なんで、うん、まあ、今まで逆に価格が下がって、なかなか取引しにくかったり、国内の業者の方が積極的にまだこの物件の中に流れていくことは悩んでいますし、まあ、さっきみたいに、やっぱり輸出をある程度積極的に展開している事業所はやはりそれなりにダメなんですけど、市場価格としてもそれに何か大きな変化があったというところまでいってないですね。だからまあ今後についてもだから取り扱っているものによって、そうなんです。それから輸出にどれだけ下がっているか、それはまあ影響があるかもしれない。そうですね、今のところが大きな影響はないですけど、やはりこれはもう
漁業者だけの問題であって、はいはいはい、水産業界全体、はいはい、もうあの加工業界も含めて、うんうん、もう影響が非常に大きいですね。ですね、はい、ですから総理が、うん、このところ発言されているように、うん、やはり水産業界に対して全面的にこれから先、ねね、十分にぜひ、ね、注意していただいて、おっしゃる通りに水産やっぱりどういった動きがあっても我が国の水産業者をしっかり守らなきゃいけない。そうです、これは強い、この決意を持ってしっかり対応しなきゃならない。その中国輸出を当てにしてですね、そしてもうすでにもうしっかり仕込みもあり、うん、原料もしっかり確保している人たちもたくさん いらっしゃるわけです。言い方変えるとですね、うん、その機会にやっぱ我々は国内と国内で、うん、そういう原料をもっとこう確保したいと思います。そういった意味ではぜひ、ね、国内に個人をいただきながらやっていきたいなと思われて、ね、消費拡大で、ね、それから今まで中国向けに抜いていた魚がありますね。急に今中国がダメになったら、じゃあ国内で すぐにたくさん扱えるか、あるいはこういう魚がですね東京ですぐに売れるか、ただ簡単じゃないです。大きさも違うし好みが違うってことです。いろいろあります。はい、はいはい、ありがとうございます。でやっぱりこう本当に扱われるものによってやっぱりいろいろ違いもあるでしょうし、やっぱりその辺注意して、はい、動きを見ていかなきゃいけないと思いますし、またいろいろ状況を我々にもこのしっかりと情報をいただきまして、はい、とにかく水産業を守るためにしっかり対応してまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、忙しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。国内に関しては3億円の時期なので、むしろ僕らってこの中国の人と常磐ものでやっぱり国内の人が頑張ってきて、そのことは今も本当に常磐ものって本当に分かるんですけど、魚の旬もあるし、こちらも僕だけなので、まあ、産地でも資源も取っても見てるし、それでも本当にこうやって毎回毎回即日でほら政府が出してくれてるんじゃないですか。まあ、経済結果これだけ、これやっぱ面白いと思うんで、常に見て、ここにあと5円とか、ね、あとも知ってもらうだけですから、はい、なるほど、はい、大丈夫、はい、もう本当に来て、はい、本当に、また来ちゃうと、ありがたいですね。こうやって見ても、おいしいものばっかりですから、はい。
政府にこれをやってもらいたい、はい、応援してもらいたい。これ4人ともだ岩手岩手それぐらい岩橋市ですね。産地が取れます、出荷してくれます、大卸が集荷して僕らが福島県産常磐ものを産地ものを売ったっていうところが事実が分かりますから、売ってくれた人にその何かね、何かこう反応とかをパワーカミがいっぱいになっちゃうから、そうなんですよ。だから、一生懸命楽しめる人、一生懸命進化してくれる人、僕らは言います。でも、エンジニアはスーパーさんが何人かいるんですか、寿司屋さん。その人たちが卒業して、状態のものを作るというか、使っていただけるような施策を、ここにある全部見直したいと思います。そうですね。一番最後に、何かこう、ちょうど中間が抜けてる状態が
ずっと続いてコロナなんとか皆さん乗り切って市場一丸となって頑張りましたけど、そこの部分をなるほど、まあ、今日来ていただいたっていうのは非常にそこの部分意識していただいたのかなってありがたいなと思います。確かに言えてますね。そうですよね。ホタテ、ホタテ、これは宮城県、これが殻付きのホタテ、これも宮城県出してましたね。この殻付きのままいいですね。ホタテはやっぱり中国向けは多かったので、ね、みんな行ってますから影響が出てるんですね。かなりやっぱり出てると思いますね、まあ、この度はあの800億という、風評被害に対する基金が設置されましたけども、まあ、なかなかね、産地のほうでこれを要はこれを加工するような工場を作りたいというのが一つだと思うんですけど、まあ、我々も、流通業の一環として風評被害を受けるものですから、またぜひとも、頭の中に入れていただくとありがたいと思います。そういうのも販路拡大の大重要なポイントです。そう、中国経営じゃなくて直接直接販売するためにね、まあ我々としては売りたく、ね、買いたくないっていうところに僕も売りたくないです。売る必要もないと思う、売るつもりもない、ですから、ある種我々の考えとしてはやっぱり大きく販路をやっぱり拡大していく中で、例えば EU ですとか、非常にお客さん来られるとぜひ買いたいというふうに言っていただけるんですけど、なかなかその EU ハサップのハードルがものすごく高いんです。ですからその辺のハサップの緩和を外交としてなんとか交渉していただければ、ハードルを下げていただければ非常に他の産業も拡大しやすいなと考えています。先ほど大体海外は、はい、中国以外のどんなマレーシア、シンガポール、シンガポール、はい、あとアメリカ、アメリカ、この辺りが結構出させていただいて、なかなかそのアメリカもたどり着くまでにやっぱり有名さはさっても非常に縛りがあるかと。特にヨーロッパに関しては非常にハードル高いんです。ヨーロッパ高いですね、はい、ですからその辺をうまくちょっと交渉していただいて、アメリカやヨーロッパってのは どういったものを、あ、もうね、何でもアメリカの方は例えば海でですとか、ヨーロッパなんか海なんか北海道の海ですから、やっぱり和食のものとか、やっぱりね、それは日本食で食べるから、あらゆる素材が、あらゆる素材がね、それは持ってられるんですよね。今流通自体が非常に良くなってて、その基準さえクリアできれば、はい、だから、はい、間違いなく打っていきます。はいはいはい、これは総理、総理はぜひ、この海外、まあ、特に中国に関してはぜひ突破力を期待してますので、自分でしっかり働きかけをして、はい、やっぱり科学的なこの基準に基づいて厳正に働くことです。他も販路を拡大して、日本でこんなにもなるんだと、アメリカ、ヨーロッパにもね、もっと日本の海産物を食べてもらう、そういうことなんですよね。総理もね、リーダーシップをね、期待してますもんね。はいはいはい。ね、海産物、リーダーシップ、特に海外の分はね、政府がやらないと。ぜひ。
はい、お願いします。我々だけがね、ご試食いただけるものはありませんか？ご試食いただけるものすいません、ありがとうございます。期待してます。はい、ありがとうございます。